あ、浅沼くんなんかだってほら脚本とかも書くわけだからさ、あ、そうですよ、ね、浅沼くんもなんか良かったらなんか一本ぐらい書い書いてくれて、なんか出てますけど、ちょっと待ってください。そうそう、これ相当な振りですよね。いやだってほらサイコパス好きでいてくれて、そうですよね、あのドミネーターもね自分で作って、マネージャーも出ちゃって出ちゃって、今日ね持ってきました、持ってきていただいた、はい、そう、あれ普段から執行してるわけでしょ、あれで、ね、いろんな、そうですそうです、犯罪者を、はい、ピカピカ光ってた、いや、あの自分で作ったんじゃなくて、うん、あれはあの欲しくて、うん、でそれであのうちの舞台とかで小道具を作ってくれる人に無茶ぶりして投げて、はいはいはい、これ光るようにしといて。あれ、あのこれってあれですよね、写真も後で載るんですよね、ホームページみたいな感じで、その時持ってもらっても大丈夫ですか、したらね、せっかくだからその、うん、あれもドミネーターも見てもらえるように、そうですね、関さんもあのそのうち手に入るんですよね、そうそう、俺もあの大日本技研さんから買い予約しましたから、すごい、実名で予約したら、うん、あんた声優ですよねって言ってお返事が来て、すごい、そうなんですよ、ちょっと恥ずかしい、もうそのうち大の大人が集まって、うん、そうサイコパスごっこをする、野島くんも買いなよ、僕ホームページで宣伝するのでダーターでお願いします、ダーターで、じゃああれだよ、イベントの時とかにみんなで持って出よう、あ、いいですね、ね、じゃあイベント用の時に仕方なく持たせていただきますのでぜひ送ってきてください。なんでそういうスタンスで行こうとしたの。そうだから、よかったらね、その機会があったらさ、ね、浅沼くんのなんか考えた話とか、そう、あ、ぜひぜひ、で浅沼さんとこの劇団のとこの 小道具のとこに持っていきます。光るように改造してもらいたい。確かに。さあということで、はい、まあいろいろ皆さん